名古屋火力発電所は、かつて名古屋市港区昭和町に存在した石炭火力発電所である。1928年から1939年にかけて運転された。矢作川水系などに水力発電所を多数開発した矢作水力が滑水器の補給用発電所として建設した。出力は一貫して 14000kW。1939年に 日本発送電へと出資されるが、年内に廃止され設備は別の発電所へと移設された。日本発送電では、旧東方電力の名古屋火力発電所と区別し、名古屋東火力発電所と称した。名古屋火力発電所を建設した矢作水力は、1919年に設立され、愛知、岐阜両県にまたがる矢作川水系上流部の開発にあたっていた電力会社である。 1920年代の電源開発の結果、矢作水力は合計出力2万キロワット町に及ぶ6カ所の水力発電所を新設していた。ところが、水力に変調した開発の結果、発電力の季節変動という問題が発生する。そのため可水器には大動電力からの受電で補給して、季節変動を一部は抑えていたが、1920年代後半になると、 季節変動の差分をそのまま販売するのが困難になった。季節変動をすべて解消するには、補給電力の増強が必要であるが、大道電力からの受電増加交渉がまとまらないため、物価低落の折でもあることから自社での補給用、発電所を検討するに至る。水力、火力検討の結果、名古屋市港区昭和町における火力発電所新設を決定した。 名古屋港第7号埋め立て地の昭和町は周囲が工業地予定地で陸海運送法の便がありその海水は水質的に複水器冷却水への使用に支障がなく水力系統が集まる名古屋変電所にも近く電気的な連絡にも都合が良いという発電所建設の適地であった昭和町の北川大江町には矢作水力に先駆けて 東方電力が1925年に名古屋火力発電所を建設している。矢作水力では1927年に昭和町への火力発電所建設を決定。県有市8000坪余りの払い下げを受け同年7月発電所。新設認可を得て8月1日寄港する。1年余りの後期の後、1928年11月18日。 矢作水力名古屋火力発電所は竣工した。建設費は1749,930円であった。発電所出力は1万4 0 0 0ットで、以後増加することなく推移した。戦時下の電力国家管理では、矢作水力は1938年8月に、低新省より新設の国策電力会社日本発送電に対する日本発。 送電株式会社法第4条に基づく電力設備の出資を命ぜられ、名古屋火力発電所を含む電力設備を出資することとなった。そして翌1939年4月1日の日本発送電設立とともに名古屋火力発電所は同社へと継承された。日本発送電時代は東方電力から出資された同盟の発電所がそのまま 名古屋火力発電所を名乗り、旧屋萩水力の名古屋火力発電所は、名古屋東火力発電所と改称された。しかし、日本発送電による名古屋東発電所の運転期間は短く、年内の1939年12月には廃止となった。名古屋東発電所のボイラータービン発電機など、全設備は、ボイラー室、タービン室の建屋ごと、電力不足、 一い中国地方の電源とすべく、広島県の坂発電所へと移設され、1941年6月同地で、竣工した。こうして坂発電所へ移設された、名古屋東発電所の設備は、中国電力時代の1957年に、新設備建設のため撤去されるまで使用された。主要設備は、以下の通り、ありがとうございます。